皆さん、こんにちは。日本の皇族で内定皇族であり、最年少の女性皇族である愛子さま。目撃された外国人とのデートの実態や、天皇になれない本当の理由に一同驚愕。今日は、愛子さまのことについて紹介します。まずは、愛子さまの経歴とプロフィールから紹介します。敬宮愛子内親王は、日本の皇族、位は愛子、ご称号は敬宮、御印は御用つつじ、勲等は宝冠大綬章、御位は内親王、継承は殿下、徳仁天皇と雅子皇后の第一皇女子、明仁上皇と美智子上皇后の皇孫にあたる。2000年代に誕生した初の皇族であり、2021年12月1日現在、17名の皇室構成員のうち最年少の女性皇族で、内定皇族である。住居は、東京都千代田区の皇居御所。平成の皇太子夫妻の待望の第一子誕生に対して、国民の祝賀の記帳は宮内庁関連で12万人。全国の自治体で65万人。合計77万人に達した。12月2日夕、皇居前広場で、新宮様のご誕生をお祝いする国民の集いが開かれ、奉祝国会議員連盟会長の麻生太郎をはじめ政治家や竹下恵子、西田ひかるなどの芸能人、毛利守、長嶋茂雄などの著名人が祝辞を述べ、2万5000人が集まり万歳して祝意を表した。幼児には、両親から愛ちゃんと呼ばれた。秋の園遊会には、愛子さまのご出席を期待する声が宮内庁内でも高まっておりました。しかし、園遊会の前日にあたる11月1日には、愛子さまは履修している日本文学演習で発表を担当されていたそうで、その準備を優先されたと聞いています。宮内庁関係者がこう語るように、愛子さまはコロナ禍で叶わなかったキャンパスライフを取り戻そうと、ご友人と学ばれる日々を全力で過ごされている。通われている学習院大学文学部日本語日本文学科では、4年次の後期に入り、愛子さまも卒業論文やその後のキャリアのため、しっかりと学業に向き合われているという。愛子さまが発表を行った講義では、600番歌合わせ理について学生がそれぞれ解説を発表することになっています。愛子さまは、恋愛に関する和歌について解説されたのです。鎌倉時代に行われた600番歌合わせは、2人が和歌を読み、優劣を決めていくもの。愛子さまが担当したのは、藤原定家と若蓮法師による宵恋恋についての歌合わせだった。定家の歌は、朱や垂れ見ぬ夜の色を写し置く筆のすさびに浮かぶ面影。定家は絵を通じて、好きだった人の面影を思い浮かべて恋しく思うと読んでいます。こうした忍ぶる恋に愛子さまも真剣に向き合われていたようです。90分間の発表はかなり濃密な内容であったと聞いています。恋愛を詠んだ和歌に関する他の発表者に対して、愛子さまは熱心に質問されていたという。他の学生と比べて、具体例をいくつか挙げながら丁寧に質問されていたと聞きました。この和歌は、どういった恋の段階を想定して詠んだと思うか、恋の始まりか、終わりに近い恋かといったように、ご自分なりの解釈を添えながら聞く姿勢には、周囲の学生も驚いていたようです。教室で熱い論議を交わされる背景には、これまで謳歌できなかった青春への秘めたる思いもあるようだ。発表から2日後、学習院大学では学園祭、桜林祭が開かれていた。愛子さまはキャンパスに到着されてすぐに、ステージを終えたチアリーダー部のご友人に声をかけられ、
老われていたようでした。その後は他のご友人と合流されていたのですが、同級生らしき男子2人に女子1人も一緒になってダブルデートをなさっていたのです。愛子さまは寝るシャツをタックインした実直そうな男子と話し込まれていました。グループで音楽サークルのライブを見たり、屋台のベビーカステラを買って笑い合ったり、終始楽しそうなご表情が印象に残っています。友人や思いを寄せる人に会いたくても会えなかったこの3年、愛子さまのしのぶる恋が静かに花開こうとしている。過去の皇室の縁談が報道の影響で進めにくくなってきた歴史がある中、現在注目を集めているのは天皇陛下の学習院時代の学友で、一時宮内庁に勤務し、その後外務省に勤務しているか要生息士の2人の息子です。長男は愛子さまより4歳年上で、次男は2歳年上であり、この2人が唯一の候補として挙がっています。この話は10年以上前から私が発言しており、政治家や皇室研究者、ジャーナリストなどに説明してきた経緯があります。具体的には、小泉内閣の皇室典範改正議論の際に、篠沢秀夫さんらが眞子さま、佳子さま、愛子さまと旧皇族男子を結婚させる提案がありましたが、これに対して皇室は人身結婚に否定的であり、可能性は低いと反論していました。皇室では近親結婚の弊害に神経質であり、女性の場合は特にそのリスクを検討する必要があります。現在旧宮家の中でも北白川朝霞武田東区に住む方は明治天皇の子孫であり、東国川や昭和天皇の子孫としても有利な立場にあります。ただし王様方との縁組の可能性は限定的であるとされています。なお生息士には現在27歳と25歳になる2人のご子息がいます。彼らは学習院高校を経て、兄は東大政経学部、弟は理工学部を卒業しています。新年祝賀の際にはお子さんたちも連れてお目にかかる機会があり、その中で交流が始まり、特に愛子さまと4歳しか違わない弟との交流が盛り上がっているようです。最近では御所で面会するなど、縁組の可能性についても一部で報じられています。ただしもしも結婚に至る場合でも、それは容易な運びではないと麗澤大学の八木秀次教授がコメントしています。愛好内親王殿下と多様化のご霊息との縁が良い方向に進む場合、まずお子様のいらっしゃらない常陸宮家にご霊息が養子入りし、その後にご成婚という流れが望ましいとされています。この結びつきにより男児が生まれれば天皇家直系の男系男子となり、皇位継承と皇族数の確保の観点からも理想的なシナリオと言えるでしょう。報道各社が昨年行った世論調査では、約8割が女性天皇の容認に賛成。しかし、政府は皇位継承策の議論を何度も先送りし、皇室典範の改正に着手しようとしていない。現在のところ、女系天皇を作りたくないという考えが強まっているようです。報道によれば、霞会館の親睦団体の関係者が愛子内親王のお相手について真剣な検討を行っており、以前には大名島津久光の流れを汲む玉里島津家のお子さんが有力候補として挙げられたこともありました。学習院出身で愛子内親王より年上で、温和な人柄と評判のある方も候補に挙がっています。また霞会館関係者の中で注目されている有力候補には、千恵さんの孫である S さんがいます。現在31歳で、華道界のプリンスとしても知られ、
東京大学法学部を卒業し、写真家としても活動しています。この S さんはアイコナイ神脳の優れた層として期待されており、その優秀な要素から五重の塔のように婿さん候補として推薦されていると報じられています。しかし女性天皇の問題に対しては様々な意見が存在し、自由な恋愛結婚が認められないとの見解もあります。一方で上皇様が美智子様とテニスで親交を深め、天皇が雅子様に何度か断られた後に結ばれた例もある中で、愛子内親王にはなぜ自由な恋愛結婚が認められないのかとの疑問が呈されています。女系天皇を癌として認めないと公言していた安倍元首相も愛子内親王には理解を示していたと伝えられています。岸田首相は国民の多くが愛子内親王を期待している中、早急に有識者たちを招集して検討に入るべきだとの声も上がっています。ただし憲法の第2条では天皇の継承は世襲であると規定されており、これを変えるためには慎重な検討が必要です。現在の皇室典範で女性天皇は認められていないのか、本当の伝統とは何なのか、皇室に関する近現代史を専門とする歴史学者小田部雄二さんに解説してもらった。江戸時代まで女性の即位も禁じられていませんでした。しかし明治時代に制定された皇室典範で天皇に即位できるのは男系男子に限られてしまいました。男尊女卑の意識が強かった明治初期の政治家たちの後押しによってこうした原則が茂る文化されたのです。現在皇位継承権がある男性皇族は秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王、常陸宮殿下の3人だけです。戦後に憲法や皇室典範が改正された時にも男系男子については改正されず、男系女子さえも天皇になれないままになってしまいました。以前は皇室に男系男子の皇族が数多くいました。それは側室が認められていたことも大きな要因です。大正天皇を生んだのも明治天皇の正妻である昭憲皇太后ではなく側室の女性でした。男系による皇位継承は歴史的に続いてきましたが、それは側室の存在が許されるような社会であったからこそ可能だったのです。生まれながらの皇族であることが尊重されるべき伝統でしょう。天皇の子として生まれた時から皇室で育ってきたということが最も大切なことです。戦後間もなく皇室を離れた旧皇族の子孫には男系の男子もいます。しかし何百年も前まで男系の血筋を遡らなければ天皇にたどり着かないのです。生まれた時に皇族ではなく、親も皇族ではなく、何百年も遠い祖先が天皇という男系男子に皇位継承権を与えたことは歴史上ありません。そうした男子より天皇の長女として天皇のそばで育った皇族女子の方が将来の天皇としての資格があると私は考えています。男系女子の女性天皇だけではなく、その子の女系男子や女系女子も生まれながらの皇族となるので、女系天皇として皇位継承権を認めていいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。